いしょ。手がちょっと痛くて変なんですけど、すいません。よいしょ。そっか、髪染めてから初かも、嬉しい。ありがとう。私自身めっちゃ久しぶりの配信なので嬉しいです。結構経っちゃいました。みんなまだ見慣れないのかな。私はさすがにもう見慣れてきて、もうどうってことないんですけど、鏡見てもみんなまだ見慣れてないか。え、これね、ちょっとね、上着着てた。見慣れた。ちょっとさ、私の想定的にも明るすぎて、ちょっと染めないと思ってた。待って、シェアするの忘れて、ちょっとシェアします。え、どうやってなきゃこれだ。ね、そう、明るいよね、結構。なんかジョイ染めたじゃないですか、4人染めてさ、なんか染めるってことは決まっててさ、決まってて、まあ知ってて、お互い。そう、私が意外と明るかったっていう、だいぶ。あとでも美容師さんにめっちゃ地毛黒いねって言われて、めっちゃ茶色いんですよ。伝わるのかなこれ。でもメイクしても数十時間経ってるぐらい。茶髪です。結構明るい。でも痛みました、めっちゃ。メイクっていう感じなんですよ。そうなんです。結構なんか黄みが強いっていうのかな、なんか私的にはプードルの毛に似てるなっていう感じなんですけど。そう、なんかね、髪の毛なんかもともとこの染めるってなったね、経緯がなんか美月が最初に染めることが決まったんですけど、なんかどうしようかなって思ってて、なんか変えない方がいいか、なんか変化、なんか変化、なんかすごい自分に、なんか変えたいなって思ってた時期で、本当に指原さんにもう失礼なんですけど、超アバウトな質問をさせていただいて、なんかあの見た目のことなのか、こうなんだっけ、気持ちのことなのかわかんないんですけど、何か変えたくて、今回髪型とか髪色とかをなんかこの変えた方がいいですかねみたいなことをお聞きしたら、なんか画像で送ってくださって、参考画像みたいな送ってくださって、それでこの間になりました。よしきくん、くまありがとう。うん、そう、それでその時は長さはそのままっていう予定で、そうで、なんかしのぶさんにお会いするタイミングがたまたまあって、しのぶさんに切るんですよみたいなことをお話ししたら、なんか綺麗な、染めるなら切ってほしいみたいな、切った方がなんか似合いそうみたいな感じのことを言ってくださって、じゃあもう切りますってなって、もうすぐ切りました。結構ね、意外と短いんですよ。でね、このくらいまでやったから結構、
8センチかな、切り目もう戻さないんですか。全然戻すよ私。むしろ今指原さんが送ってくださった画像を言うと明るくなっちゃってて、多分わかんない、目が見慣れてないのかよくわかんないんだけど明るく感じてて、もうちょっと暗めにします、さすがに。そう、なんかレノンとか金髪にしたい組なんかちょっと金髪にしたい人がめっちゃいっぱいいて、その子たちは多分また今度そうそう、多分金髪にしたい人が上位多いんですよ、すっごい。その子たちは今回ブリーチはあんましない方向でっていうあれだったので、また今度っていう。あ、そうそう、白にしたいとかね、金にしたいとかみんな言ってて、ゆうくんありがとう。うん、ね、ね、ジュリカメさんありがとう、結婚は。ロンちゃんありがとう。ウニくんありがとう。そうなんです、メイク変えたり、まあ、してるけど今日は特にかな。もう明るいね。でもなんかまあ夏になっていくし、まあ、まあまあいいかなみたいなね、黒いつか戻します私まあこれよりはまあこれより多分ピーク明るいので、うん、ありがとうね、嬉しい。なんかやっぱその黒髪が好きだったって方もいらっしゃると思うんですけど、はい、すいません見ないでくださいそうだよ、すいません、もう色が抜けてしまってるので、もうそんなのまたがいいって言っても切ってしまったのでもう戻れないので、もう一旦すいません、しばらくのご辛抱ですやりたい髪色いっぱいありますよ。うん。嬉しい、ありがとう。嬉しい、本当。結構みんな、なんか他のみんなはなんか色が入った系、なんかラベンダーとかさ、なんだけど結構茶になったのね。嬉しい、ハマりました。私何のライブだろう。ありがとう嬉しい。お話し会までそれは分かりません、髪の毛に聞いてください私あの人生初染め、ちゃんとは初染めなので、だからこう周期も分かんなくて、染める次いつ染めたらいいのやらっていう感じで、うー、あやなちゃんありがとう。どうかな、まだ分かんないんだけど いろんな、そっか、明日の考察は、はい、この茶髪の人が待ってます。ケアでも、もともとケアは頑張ってはいたのであんま変わらんかな。あるので、ね、なんか合うのかな、うん、ぜひぜひ
お待ちしてます。あとお話し会応募してくれたよって方たち、ありがとうございます。方たち、方々、え、皆様、え、みんなありがとう。なんか送ってきてくれたり、いついつ行くよとかも嬉しい。うん、嬉しい。ありがとう、なんか本当にありがとう。なんかさ、なんかみんなが送ってくれてさ、こう完売の部が出てるっていうのを送ってくれてさ、びっくりした。嬉しい、本当に本当に本当に。このどういう風に伝えたらいいか分かんないんだけど、嬉しいです、ありがとう。なんかさ、私と写真を撮りたいって思ってくださってる方がさ、いるっていう事実がさ、びっくりなんだよね、本当に。今更っていう感じなんだけど、嬉しい、ありがとうございます。気持ちに応えられるように頑張ります。嬉しい、やった本当、私も携帯変えたいんだよね、本当。当たらん、え、ほんとか、どういう状況が本当に大丈夫、本当に。うん、うん、お話し会たくさん待ってるよ。もう何でもいい、会いに来てくれなら何でも嬉しいよ。あんないためさん、くもありがとう。半袖だね、めっちゃ小屋下へ。髪型、髪色なんかオリーブ系っていうのかな、もやってみたいし、赤っぽいやつもやってみたいし、ドキンパツもやってみたいし、まあ、いつか、なんだろうな、とかかな、かな、かな、うん、リュウくん、ありがとう。ありがとう、嬉しい、ありがとう。嬉しい。あの、もしさ、その外れちゃったよっていう報告をしてくださる方、本当に本当に、あの、ありがとう、申し訳ないっていう感じで、あの、本当に、あの、あ、もうじゃあいいやってならずに、ぜひまた何か他のとか分からんけど、会いに来てほしいです。ありがとう。金髪を合わせてるライオンすごい、たてがみみたいな、本当に。うん、ほら久しぶり元気だったかしら。コメント点できないのかね、ライブしたいです最近ね、あんまライブジョイだけでとかはあんま寝ないので、なんかあると嬉しいね。嬉しい、まあ私本当に歌上手になりたい気ですまあいつも思ってるんだけど。うん、テストは頑張ろうテストは頑張ろう、テストは頑張ろうよなんか嬉しい。なんか歌が上手いって、そのいろんなさ、ジャンルがあるわけじゃん。なんか音程が取れるとかもあるし、なんかまあもう音程は違かったとしても心に響くとかもあるし、アレンジが上手とかさ、いろいろなジャンルがあるけど、全部ができるないと欲張んなっていう感じなんですけど、頑張ります。嬉しい、ありがとう。でも私なんかみんなさ、なんか私の声ってその特徴がなくて、あんまりだから、みんな
ありがとう、判別してくれてっていう、本当に頑張るぞ。本当なんか私昔からね、あのアイドルの曲をなんかで歌ったりするとこうオールみたいな声だねって言われるのね。この全員で歌った声が私なのね。まあなんかめっちゃわかるのそれ。いつもそうなの。嬉しいよ。かわいい。あ、クロスライブ。ありがとう。嬉しい。帰りますよ。ありがとう。ありがとうよ。頑張りますよ。目が開いた。今交差っていうのかな、もう目がもうしょぼしょぼするよ。いやすごいみんないいこと言ってくれるじゃん。ありがとう。なんかコメント欄もさ画録できたらね。どうかな、いつか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 。そうだよね、平日だよね。いや嬉しい、調和だって、調和しゃ。花粉かな、花粉か黄砂かも分かんない。私あくびして伸ばれてるんだけどな。まっあごめん。愛と正義のセーラー服美少女戦士セーラームーン、セーラームーン、月に変わって。コースキリパッチ、見に行かせていただきました、この前というかこの前。嬉しい、そう思ってくれた。舞台ね、舞台か、舞台ね。わあジュピター、セーラージュピターやりたいね。やってやるよ。ね、舞台とかね、いつかまた上位でできたら嬉しいね。ほんと？マーズ？嬉しい。シン、なんとか、なんとかシン、協調みたいな。高松に高松3人の人がいて、高松さんは高松さんしかいないの。でもその似てる人いいな。似てるって思われることがさ
最近メンバーとお出かけ、お出かけってなんだっけ、お出かけ、ここ数日のスケジュールが燃やせない、どうしてだっけ。でもなんかね、行こうってなってくる、やっぱご飯とかが多いから、ご飯とかはまあ行ったり、好きな人の味チョコミントかな。あくびじゃない、今空気を取り込んだの。ちょっと毛布にくるまりたいと思います。で、なんかファンの人がいっぱいアイスの写真送ってくれる。うわ、すごい、深い脳に酸素を送ったんだ。待って、ゴールデンウィークって言ってたっけ、5月か、頭チョコミント失明。あくびを我慢しようとしたらだ、今お腹の音聞こえた、え、聞こえた、聞こえちゃったね、お茶のおまさん楽しみ、嬉しい。本当、お茶のおまさん、シャービータン、宇宙の地元は地球じゃせ、どんどんどん私じっとみんな、うん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 、おーおーいえいえ、広がるうちらのは愚かな未来だ。うん、うれしい。うん、純粋決めてない全くノープランです、今のところ。もう本当ですか、もう私も最初4日間ぐらい泣いなくて、4日5日間ぐらい泣いなかったし、だってそれそうだよね、うじじじじ、だってさ18年間さ黒髪で生きてきてさ、鏡見たら黒髪の自分しか見たことなくてさ、見慣れない、それみんなも見慣れない、急にすいませんこう私はさ、この染める日っていうのがあってさ、それまでないついつ染めるってなるけどさ、私の家族は結構寝るのが早い人が多くて、私が美容室から帰ってきたらもう寝てたんですよ、その日、まあなんか寝落ちっていうかその時で、途中で私がもう眠りについた後に起きて、ヒエーって言って起きました。ニンジかわいい、ありがとうえ、そうちゃんと言ってたんだけど、なんか電気つけたら茶髪で大変って言ってでも茶髪にした日のなんか巻き方的にめっちゃお姉ちゃんにそっくりなんですよ、私の。もう誰だし、なんかうちのお姉ちゃんに本当に激似になったんです、その日が特に巻いてたら本当にお姉ちゃんにしか見えなくて、就活前のお姉ちゃん激似で、メンバーにもね、写真見て似てるってそう似てましたね。すいません、息を吸ってきましたね、そう、キリもしたしね。でもなんか私ずっとさ、そんななんか伸びてるイメージなくて、自分が
体感だとなんかこの辺をずっと行き来してるからさ、長いイメージもないし短いイメージもないっていう感じだったからさ、お姉ちゃんには合わせません。うん、全然可能性的にはバレない。そうそう、あんま目標の長さとかもなくて、気が向いたら切りますみたいな。木製バーデンロング今までねないかも。エクステつけてたことあるけど、野獣入る超ギリギリ直前ぐらい、エクステつけてばいい。靴は乗せたことあるな多分、なんかめっちゃ前も去年とかに入る前乗せたことあるな。黒髪のこうバーンっていうのめっちゃ長いのつけてたな。エクステでこう髪をサロングにするやつやってたな確かに。一回だけでもめっちゃ一瞬だけでもね、私の人生ほぼほぼショートの方が長くて、長さ的に言ったら基本短い人生でした。短い人生でした。短い髪で生活している人生でした。そしてあ、そうだね確かに。あれ2022年の日本語って難しい。木製パワーで危ない危ない。そう、はい、待ってないです、ごめんなさい、間違えました。あー日本語って難しい、困ったもん。そう、その短いのが多かったね。あ、そうだよね、そういう職業とか的にさ髪色もあるよね。はっきりみんなに心を許しすぎてあくびが出ました。これはやる気がないじゃないです、自然の摂理なんです、ごめんなさい。全部釣られる、お、いいぞいいぞ。うん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 うわー。え、映ってくれてないの逆にみんな。なんか大切だったら映るらしいよ、どうして映られてないの。ごめんね、そんなおじなくて。はぁ、あ、仲間じゃないの、ワンチームじゃないな。普段そんな出ない、まあたまに出るけど。うん、あくびがパッてこれまた、うんうん、私は10時までの配信が向いていたのかな。うわ、ありがとう。移動中よく寝てるメンバー、寝てるでしょ、寝てる、ももかとか、ももかって私さ電車とかでもさそうなんだけどさ、こう後ろに行かないと寝れない人なんだけど、ももかってこう下で寝れるから、こうやってどこでも寝れるタイプなのね。だからももかはもう首がめっちゃもともと長いわけ、顔も小さいし
だからもう首が折れそう、もうこぼれ落ちてて、いつもみんなももかが寝てる、座りながら寝てるのを見るとみんな写真撮ってる。そう、この下向きながらさ寝れるようになりたい。そうなの。そうなの。そう、私上向いてしか寝れないの。痛くないらしい、ももか的には。そう。上向いて本当。でも電車で私あんま寝れないんだよ。でも、まあ、寝るときは最近もうーん、最近取得した移動期間での寝方は帽子をここぐらいまでかぶって、でイヤホンをするけど何も流さない、これです。最悪なとこへ止まってた。あるきくん、ありがとう。充電が 20% ですってなっちゃった。ちょっと待って、ノイキャンしてってる。うん。そうなの。スペシャル、スペシャル。長いかも、結構。なん、どのくらいだろう。2、3年ぐらい使っちゃってるかも。そろそろ変えねばと思ってます。全然聞くっていうほどで聞いたことなくて、なんか耳にしたことがありますっていうだけ。寒い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 。でもね、めっちゃ充電減るのが早くて、もうやばいです。今ニアジュ iPhone15 がどんどん増えてきて焦ってます。11、うん。ねえ、スマホね、暑いの？どうしてそうなるの？やっぱバッテリー交換したらさ問題ないのかな。そのツーショットまでね、みんなそのツーショットの時にさ携帯変えてきましたみんとかさ、すごい。考察とかでもそうだけどさ、めっちゃでも充電なくなるの早いです。言ってたろ、3年前が、ニア充全然入る前からこれだから、じゃあもう3年ぐらい経つのかな。お姉ちゃんもなんか 10R とかだからなんかあんま最新機種にそこまでの執着がないっていうか、まあ写真撮れて連絡取れたら、ああ失礼いたしました、いいかなっていう家庭なので。寒い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 ので、ちょっとあのあーもう嫌だ、すいません、ちょっとだらけさせていただきます。よいしょ。そうね、よいしょ。確かに確かに確かに、
そう黄色のにしたかったんだけど変えるタイミングを逃しちゃった。どうしよう思ったやつなんか遠い遠くて、寒い、今半袖だからさ、今寒いよ、まずい。うん、上着も着てたしね、寒い寒い寒い。で昼夜でね結構気温違うからみんなもね、そうそうそう、なんかさ夜になるとめっちゃ寒くてさ、朝調子乗ってさ暑いとか言って出たらさ夜凍えながら帰るっていうことがもう最近ずっとです。寒いね、私もあんま言ったことのない口が口がまれって言ってるかも。うんうん、私っていつ始めたんだっけ、ショールームパーッと変なタイミングに始めちゃったよね。12分か、よく知ってるね知ってるわねみんなみんなってさ今どういう状況なの、どういう状況でさ見てるの、素朴な疑問。あ、そっか、見てるあれだとそうだよね、出るのか。いや家はまあ分かるの、家じゃない、家は分かるんだけどさ、そのもうお風呂入った後とかさ、ちょっとすいません、堕落してる体勢で失礼します。えらい、もうみんな寝る準備早くない？ポイズン、いいね、いいね。スタンドってない、スタンド、これこれかな、違うか、スタンドって使ってないかも。明日人によるが古刹やで。しゃぶしゃぶしゃぶ、あのないためさん、ありがとう、頑張って、ありがとう クッションにもたれかかっています、もう今自立できない。先輩方とかでさ寝ちゃいながら配信した方ってまだいないのかな、危ない。うん目が一回閉じたら開いてくれない、怖い。じゃあ私が伝説作る、うん、ふう、まずいまずいまずい うん、ちょっとあるそうだ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 、間違えた、やばい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 待って最悪なんだけど、待って待って待って、まずい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 、本当にすみません、間違えました。
今何が映ってたんだろう。いやでも何も見られてはいけないものはないんだけど綺麗じゃないっていう待ってまずいまずい。ここにもランニングマシーンとワンダーコアと、まあ、テレビ予備テレビタンスヒーターとかあのあれシャッター閉めてるからうん、全然目覚めない。逆に問題あるよねこれで目覚めろね。今ちょっとあの家の生活音が後ろの入りそうだったので一旦ミュートにしてこういう感じでちょっと寝ぼけた感じでミュート解除しようとしたら横だから最悪。あワンダーコーは座りながらさ配信したらさ寝れなくない？めっちゃいい。そうお父さんのあれでワンダーコアがあれば。そうなの。どれだけで吹き込んだ。コア。コア。みんなってカラオケいつも何歌うの普段ってめっちゃ急に思った。気になる。百名高専で一人で歌えるの追っかけ祭り行かへんそうだよねっていうパターンもあるよね。わいいねみんな楽しんじゃってるね。嬉しい。ニアリーコールジョイか。わいいねみんなとカラオケ行きたいね嬉しい。たまにさカラオケ行くとさ履歴にニアジョイが入ってた時とかあってさ、あもう帰っちゃったかなとか思って言ってんじゃないよ。いいね。ハルキ君、ありがとう。でもメンバーと行くとやっぱイコノイジョイをしか歌わないぐらいイコノイジョイいっぱい歌います。ウニ君。メンバー行きますよ。メンバー同士かな基本行くなら。うん、遊びです。まあ練習に意外となっているのかもしれないけど。わあ、もうさ、やめてよ。そうなの。もう本当にみんなであれなんですよ。カズヤありがとう。え受けるセトリちゃん。確かセトリちゃんとかいいね。なんかカラオケご飯が好きでなんか頼んじゃう。ゲルいいねそれ。そうだよねジョイサウンドが多いかな。そうねそうカラオケのナポリタンとかポテト大好き。そうめっちゃご飯好きでほぼ食べに行ってます。
どんな悲しみ、えらいちょっとダイエット中だから違うか、うん、うん、確かにちょっと多いかもね。うん、ポップコーンは食べないなんか、うん、食べない、基本食べないけど、みんなんか友達とかと行って特大の二人では結構とかかな。そうなんです。うん、あとロシアンたこ焼きとか多いよね。一瞬さ、ちょっと10分ぐらいさ目を閉じてきてもいいですか、目が一旦カラコン変えてきてもいいでしょうか、コンタクト、目がしょぼしょぼして目が閉じてしまいます。ちょっとあの一旦待ててちょっと待ってて、コンタクトあれしたりしてきます。一旦閉店、一旦活動、すみません、一旦待ってて。